皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回は東京都千代田区にある水野東京のベースボールグッズのフロアに訪問させていただきました。昨年末から改修工事を行い、名称もエスポート水野から水野東京へと生まれ変わるなど大きくイメージチェンジさせたとのこと。今回は私栗崎が水野東京の矢貝和俊さんにフロアを案内していただきました。背面陳列や体感コーナーなど見どころがいっぱいのフロアとなっています。栗崎も公式バットの試し打ちをさせていただきました。それでは早速ご覧ください。はい、ではそれでは本日は、水野東京の矢貝さんに、ご案内をしていただきたいと思うのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずはですね、こちらの棚のグラブスタジアムから、ご説明をしていただきたいと思います。はい、はい、すいません、じゃあよろしくお願いします。お願いいたします。こちらはグラブを中心とした、はい、オーダーができる、はい、場所になっておりまして、はい、その選手の、グラブを一つ一つサンプルをご用意させていただいて、はい、いろいろはめ比べていただいた上で、モデルを選んでいただける、場所になっております。ちょっとあれですね、よく見ると選手によって縦握り型とか、はい、横握り型とかしっかりとありますね。そうですね、はい、まあ、投手だと菅野投手であったり、前田健太投手の形が非常に人気のモデルになります。続いて紹介いただいたのはリニューアルの中でも特にこだわったという壁面陳列のコーナー。公式グラブから少年軟式グラブまで800個前後のグラブが陳列されており、一つずつ手に取って確認することができます。この壁面陳列に込められた思いとはどんなものなのでしょうか。まあ、商品を壁面陳列にすることによって、です、ね、はい、壁を使って、商品を置くことによって、はい、お客様が、まあ、このフロアに入ってきた時に非常に商品の、オープンしますっていうのを、目立たせるようになっているので、なるほど、そこの部分で物量の多さでやはり結構皆さんを驚かれて、お客様も多くいらっしゃるので、この部分は、非常にこだわった、見せ方のところでございます。じゃあここが一番変わった部分というか、リニューアルの目玉のポイントになってくる。そうですね、はい、今回リニューアルの一番の目的というか経緯というか、はい、そういったところっていうのはどういった部分になるのか。そうですね、こちらはエスポート水野が、建物が建ってから30周年、はいはいはい、まあ、立つにあたって、はい、これからも、まあ、水野の規範店として、しっかり情報を伝えられるようにという意味も込めて、今回リニューアルに、至ったところでございます。歩きながらこのスケルトンのグラブがすごい気になって、まあ、なぜ透明のグラブを置いているかというのは、はい、はめた時に実際手がどのように入っているか、なるほど、っていうと、どうやって紐を通しているのかっていうのが構造が分かるようになってきまして、そういった透明のグラブを使って、なるほど、そういう目的があって分かってもらうために置いてるんですね。そうですね。続いてはスパイクのコーナーを紹介していただきます。今最も注目なのはこの春から解禁された白スパイクです。白スパイクの魅力を矢貝さんに改めて伺いました。水の調べの中では黒スパイクと比較すると、まあ、10度ほど靴の中の温度が下がるので、はいはい、まあ、やっぱり熱中症を、未然に防ぐようなことができるので、そこの部分は、体感温度という部分が一番いいです。なるほど、靴の中暑かったですもんね。そうですね、熱がやっぱり集まって作るんじゃない。あとは、まあ、高校野球だと基本的に金具だと思うんですけど、はい、こういったポイントソールのタイプも出てきます。選手にとってはプロでもポイントを使う選手もいらっしゃいますけど、はい、これ高校野球でも使用は可能。高校野球でも使用可能でございます。あのグリップ力ではやはり金具の方が優れてはいるんですけども、はい、足への負担であったり、あとは軽量、はい、軽さですね、軽さがポイントスパイクになるので、そういう動きやすさ
そういう部分では、軽さが勝っているコンプスパイクの方が扱いやすいかなと思います。履きたかったですね。そしてその奥に見えるのが展示コーナーです。展示コーナーでは実際にプロ野球選手が使用したバットやスパイク、さらにはヘルメットなどが展示されており、実際に手に取ることもできます。一体どんな選手のアイテムが飾られているのでしょうか。こちらが実際プロの選手が使っている、はい、バットになっております。はい、実際に使用したものですか。そうですね、はい、バッターなんですけど、菅野投手の東海大学の先輩の菅野さんのバッター。これが2年連続ホームランを決めます山川選手。あ、そうなんですね。はい、光沢もありますね、バッターに。そうですね。続いてはミズノ東京の見どころの一つである体感コーナーです。公式バットでも軟式バットでも実際に試し打ちすることができるスペースです。私栗崎も試し打ちをさせていただきました。ちなみにいつぐらいですか。もうバッティングセンターも2年ぐらいして。めっちゃゴロだ。今ないと思います。久しぶりに楽しくバットを振らせていただきました。矢貝さん、ありがとうございます。そして最後に紹介するのは野球工房です。工房ではお客様が持ってきたグラブの修理の受付や購入されたグラブの片付けなどを行っています。今回は矢貝さんに特別に片付けの様子を見せていただきました。こちらの工程を2回か3回ほど繰り返しさせていただいて、そうすると皮が自然と馴染んでいくので、そういった形で片付けをさせていただいております。矢貝さん、実演いただきありがとうございました。今回訪問したミズノ東京は新お茶の水駅から徒歩4分、お茶の水駅から徒歩8分の立地にあり、その他にも淡路町駅や神保町駅など複数の駅からのアクセスが可能です。ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。またミズノ東京に潜入した記事は高校野球 .com で公開しております。概要欄に URL を貼っているのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。